久保さん、久保さん、夏ですね。夏、夏ですね、はい、セミってなんで鳴き続けるんでしょうね、久保さん。まあ今回ね、セミになれにしましょうか、久保さん。セミになれと。セミってまあ 7年か8年ぐらいね、土の中にねいてね、2週間ぐらいしか生きられなくて、その2週間何やってるかって ずっと泣いてるっていうね。ずっと泣いてるっていうね。でもどうでしょうか、人間ってできるのにしないっていうね。セミはね、で生まれてきた瞬間できることずっとやってますよ、泣き続けるっていうね。なんかね、ほとんどの人がやっぱね、なんだろうな、まあ分かってるんだけど分かってないっていうね。命が永遠にあると思ってはいないと思いますけど、もしセミのようにね、2週間しか時間がないってなったらやるでしょ。まあもちろんその2週間ぼーっとして、ぼーっと過ごすっていう選択をする人もいるかもしれないですけど、2週間しかなかったらどっか行ってみたいとか、なんかやってみたいとか、なんか食ってみたいとか、なんか多分なると思うんですよね。だって2週間しかないんだから。だからやっぱ自分の命の時間を決めてしまうっていうことが、いつまでも生きられないからこそ、いつまで生きるっていう、もしくはまあ明日死んでもね、いいように生きるというか、まあその命の時間にコミットするっていうのが大事なのかなと。で、命の時間にコミットすれば動けないっていうのはあんまりなくなるんじゃないですかね。やらないという選択、行動しないという選択がなくなるのかなと僕は思いますね。どうでしょうか。例えばね、例えばまあセミが鳴いてますけど、よく映画とかでね、映画とかで一つなんかさらわれるとかね、なんか襲われるとかなった時に叫ぶじゃないですか。なんであれ叫ぶんですか。キャーとかね、わーとか、やーとか叫ぶじゃないですか。あれなんで叫ぶんですか。命の危険があるから叫ぶわけじゃないですか。でもちろん叫んだらお前殺すぞって銃口突きつけられたらね、叫ぶのはやめますけど、なんかあるじゃないですか。うわーとか、助けてくれとかね、やーとかね。あれなんでですか。なんであんな叫ぶんですか。あんな行動を取るんですか。それは命の危険を感じてるからじゃないですか。だから人は命の危険を感じたら何かアクションを起こすんですよ。わーとかやーとかね。そんなもんですから。でも、そんなね、シンプルなこともね、僕たちはね、なんか永遠に命はないことは分かってるけど分かってないっていうね。やらないっていう。お金欲しいなと思ってるけど、やらないっていうね。今の現状で満足してないけど、今の現状を維持するっていうね。何なんでしょうかね。セミになりましょう。セミはね、素直に泣き続けてますよ。ミンミンミン言うて。ね。セミになろうぜ。いってらっしゃい。